景品 HSV-010GT 株式会社リアルは元レーシングドライバーの金石勝友が代表を務める日本の企業レーシングチームリアルレーシングの運営母体である金石勝友のマネジメントを主な業務として2003年に設立翌2004年シーズンをもって第一戦からの撤退を決意した金石勝友は2005年より更新の育成と モータースポーツの普及を新たな活動の目標として、当時は、ジュニアフォーミュラのカテゴリーの一つだった。フォーミュラドリームのアドバイザーやアルタのプロデューサーに就任。2006年度は、フォーミュラチャレンジジャパンのドライビングアドバイザーや、フォーミュラ日本に参戦するアルタのチーム監督に就任するなど、活動の範囲を広げていったが、最終目標としては、自らのレーシングチームを率いて、 目標を実現することにあった。2007年に、ローリング、ストーン日本語版とのタイアップが決定するなど、資金面での目途が立ったこともあり、リアルレーシングを立ち上げることになった。チーム名の由来は、真のモータースポーツ活動と、楽しさをより多くの人々にお届けするという、ポリシーから、監督には元ヒーローズレーシング代表の田中博氏を、招平、参戦初年度の2007年は、 全日本海産とスーパー GT GT500 クラスに参戦。スーパー GT ではオーナードライバーとしていとこの金石都志と共にステアリングを握った。なお、F3 のエンジン及びスーパー GT での車両は共にホンダ技研工業で F3 は自社メンテナンスながらスーパー GT はスーパーアグリカンパニーに委託しており長年在籍していたアルタとの関係が 色濃く反映されている。2008年には、ユーロ界3に、塚越広大を派遣。2009年より、ホンダの若手ドライバー育成プロジェクトである、ホンダフォーミュラドリームプロジェクトの一環として、HFDR レーシングのチーム名で全日本海3と、新たに、フォーミュラ日本に参戦。このシーズンから金石勝友は、監督に専念。 2015年に株式会社リアルレーシングを設立。2017年をもって全日本海産への参戦を休止。2020年はスーパーフォーミュラ参戦を休止し、スーパー GT のみ参戦。タイアイコール B、ブリジストン Y、ありがとうございます。